はい、おはようございます。今回は Kip アガチャアドプダクションの使い方について説明したいと思います。で、これは2種類できるんですが、アダプターの方、内転筋群を鍛える方のやり方について教えます。まずシートに座り、このパッドが内転筋の内ももの方につくようにセットしてもらい、このレバーを引いて、なるべく開いた状態でセットします。これがスタートポジションになります。ここから閉じていき、収縮させます。そうするとこの内転筋がしっかりと効いているのが分かると思います。で、ゆっくりと戻していき、閉じる。ゆっくりと戻していき、閉じる。普段ここの筋肉って使わないので、やってると結構筋肉痛になると思いますが、やってれば筋肉も成長していくので、ぜひやってみてください。